カール・ハインリッヒ・ビーバーはドイツの作曲家、バイオリニスト、ザルツブルク出身。ハインリッヒ・グナッツ・フランツ・ホン・ビーバーの8番目の子で父から音楽の手ほどきを受けた。1704年からローマやベネツィアに留学した。帰国後の1714年からザルツブルク宮廷の副学長を務めた。1743年に宮廷学長に昇格したが、 その時に、レオポルト・モーツァルトをバイオリニストとして採用した。息子のカエタンも1756年からザルツブルク宮廷のバイオリニストを務めた。作品からは、後期はロックからロココへの様式変遷が伺える。しかし質においては父に及ばないとするのが、一般的な評価である。ザルツブルクには20のミサ曲、17のリタニとバンカ、14の冒険賞。 三つのマニフィカと三つのテレウム八つのレジーナチェリ三つのミゼレーレなどが残されている。気楽曲としては31の教会そナタが唯一知られている。ホッチファー・ソリッチ、ソウルズバーギシャー・ホフ・コレンダー、オーダースキーマティスメス、アウフラズヤー1787ありがとうございます。